国部サイトを2月昭和25年2月27日は戦前日本の記者、官僚、官詩人。本名は種則。石川県金沢市出身。新潟、台湾、東京で新聞記者を務めた後、内閣、区内省、文部省等で地方改良運動、近代社格制度、省直基礎、文化財行政等に関わった。また、慶応義塾大学予科。 旧制東京高等学校で漢文を講義した。号は、金沢西部を流れる西川の東藩に生まれたことに由来する。対岸で生まれた、室尾再生はこれを受けて、西西の井で再生と名乗った。また、美術編集者、堺再水の号も西川による。明治6年、石川県石川郡金沢城下の左官職、鹿島家に生まれた。署名は長松。 後に、旧金沢藩主国府家の養子となり、国部種のりと称する。金沢の竹町小学校に進むと、上級生には、泉京花、徳田修成、小倉正常、井上智和、清水清藤岡作太郎がおり、彼らと交流しながら、南宋里見八県伝先進道作記、伝修録、広瀬炭素監視等を読んだ。11歳の時、 金沢の禅寺の層に漢詩を学び、語石を並べて、表則を覚えた。地元の旧聖第四高等学校を卒業後、東京帝国大学法科大学政治学科に進み、洋行帰りの市聞特労に国法学を学んだ。また、京都大徳寺の観光衆、鎌倉演学寺の釈宗園に参戦した。 卒業前に中退して、新潟市で新聞記者となった。明治33年おそらく、内藤コナンの推薦により、台北市に渡り、台湾日報に勤めた。当時の台湾は治安が悪く、県丹古島への黄色川上で、月見中銃撃に見舞われ、また潜伏中の村分に軍資金を壊れ、台湾総督に掛け合ったが拒まれたため、 台湾銀行の一柳の融通を受けたという。半年ほどで本土に帰り、博文館で長く太陽主筆を務め、また同社から歴史本や詩集を刊行した。博文館退職後は万長報、毎日電報に勤めた。毎日浅くさく、橋場の自宅から有楽町まで滝という社府の人力車で通勤したという。明治41年、同郷の井上智和に誘われ内務省。 地方局事務職宅となり、地方改良運動に関わった。同運動の拡大とともに、内閣職宅となり、夕食古日の知識を買われ、神社の女医少女、小直の寄贈、体操の礼、即位の礼等に携わった。特に国民精神作法に関する証書は斎藤が中心に寄贈したもので、三笠宮高人新郎の要命も斎藤の命名による。 明治42年頃、四谷区永十町二番地、明治43年頃、元沢川京町五十九番地、明治45年頃は、南町十二番地に居住している。対象の言語関心案を作成し、また昭和改元時には、内閣案として、立正、情報、公文、乗り明き、京中の候補を提出し、公文案が外部に漏れて、公文事件が起こった。 大正9年、史跡名称天然記念物保存法の制定に際し、宮内省の女性で生を得、視察旅行を行った。ロンドンではネイビーホテルに滞在して、駒井ゴンの助を開始地元の詩人と交流し、また、フランスでは、東洋学者、エドアル・シャバンヌの本を購入した。摂政時代の昭和天皇の大正十一年四国、行刑、大正十二年台湾行刑時には、 監視を教えていた、徳川寄りのつてで、区内省御用係に任じられ、記録の作成に携わった。戦前は、渋谷区境通り一丁目34番地に住んでいたが、晩年は、千葉県君津郡、竹岡村に疎開した。昭和25年2月27日死去し、神奈川県鎌倉市園学寺に葬られた。園祖は、平野茂で、栗から峠山中に落ち延びた。 平家の落ちの末裔という、ありがとうございます。